はい、伊勢神宮の歴史と格式、書道の極意、一を止める正しさ、非イコール天皇、天皇と書道の国、日本国、公共では誠実に書道の姿勢を保つこと、こっち晴れこっち雨、晴れと雨、ちゃんと公共で誠実に書道の姿勢を保たないと、ポッタ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 、だから練習の仕方さ、土日祝日はたくさん転ぶような練習しちゃダメさ、もっと市民たちを楽しませるようなスケートを工夫して、みんなでスケートを楽しめるように、クラブだけではなくて他に一般客が楽しめるスケートをしなきゃダメなんですよ。壁際でジャンプとかスピンとかやっちゃうと、結局こうやって誠実に書道の姿勢を保ってください。